京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの1回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。バッターボックスには3番柳田、フォアボールのランナーが出ています。マウンド上大谷、そしてキャッチャーは山下。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。見逃して三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスデスパイネ、前回のゲームではマルチアンダーを記録しています。チャンスで打ってましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。2球目打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制、入った、先制のツーランホームランです。ソフトバンクホークス、バファローズ痛い一発を浴びています。バファローズ先制を許します。2対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、右バッターだったんですがライトスタンドまで持っていかれました。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは DH バレンティン、前回のゲームでは見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね、はい、早々に予想外の降板となりましたバファローズベンチ。右バッターが続く場面でコールされたのは山岡。山岡大輔、インサイド打ち上げました。ここはフライになっています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回ホークスツーランホームランで先手を取りました。2対0、ホークス先制です。守ります。1回の裏、これからバファローズの攻撃が始まります。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますホークスはご覧のような守備陣です。内川誠一、セカンドベースメン。ホークスマウンドに上がるのは先発の東浜。さあバファローズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。ヒース打席に入ります。前回のゲームはホームラン2本を含む4安打を記録しています。打数が多かったのもありますがよく打ちましたよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。インコース空振り、膝元をつきましたが外れました。引っ張った、取りました、アウト、ワンアウト。バッターは注目のルーキー吉田。東浜、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか。打った、レフトに大きな打球、これはどうか、レフトオーバー。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。デイビス、まず何を投げてくるか。これではバットが出ません。ストライクです。打ち上げました、ワンバウンド、ヒットになった、ホームへ、センター前ヒット。これで4試合連続安打、しっかりつなげましたね。まあいい場面でいいバッターですから期待を持っていいんじゃないですかね。その期待に応えてほしい小栗、打席に入っています。初球は何から入ってくるか。見送ってまずはストライクです。ここは犠牲フライではちょっと寂しい気もしますよね。点差ふわふわっと上がった、掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには九里入っています。さあツーアウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。このチャンスをものにして流れを引き寄せたいですよね。まだまだ分かりませんよね。なるほど、そうですね。さあきっちり走ってくるんでしょうか。一塁ランナーを気にします。タッチもセーフ、
走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。来たー、これは入るでしょうね。入ったー、クリ今シーズン第6号の逆転スリーランホームラン。これで4試合連続のホームラン。高めに浮いたストレート、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。1点リード、試合をひっくり返しました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで逆転ホームランを放ちました。まあ簡単なボールじゃなかったんですけどね、それを見逃さないのはさすがですよね。ゲームはまだ1回の裏、早くも試合をひっくり返しました。バッターは羽村、前回のゲームで猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。バファローズホームランで逆転しています。打った、これもいったか、伸びていく、どうだ、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、強引に引っ張った当たりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対2、見事な一発が飛び出しました。逆転してからも攻撃の手を緩めません。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。初回から徐々にリードを広げています。バッターは注目のルーキー川口。バファローズホームランで追加点を挙げています。初球空振りです。これが2球目、打ちました、ヒットになった。これで3連打、2アウトランナー1塁。バッターは山下、前回のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。切れていきます、ファウル。今の球は仕留めたかったですよね。2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これがプロ入り初ヒット。2アウト2塁1塁、バッターボックスには9番水口。バファローズこの回4点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおもリードを広げるチャンスです。やっぱり先ほどのホームランで流れを、真ん中打ちました、ファウルになります。ノーボールワンストライクです。打ちました、これはどうだ、ショートの左抜けました。これで5連打、2アウト満塁です。チャンスを広げてくれましたね。そして彼はチャンスに強いバッターなんでね、面白いと思いますね。このチャンスに期待がかかるキース、バッターボックスです。なんとか1本欲しい場面ですが、これは空振りになりました。変化球打った、セカンドの右、抑えた、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。1回終わって4対2、2回の裏バファローズの攻撃、バッターは2番吉田。先ほどの打席でレフトへのツーベース、初球打ち、大きな打球になった、さあどうだ、レフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあそして打席にはデイビス入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。リードしてますが、こういう時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですよね。低め、これは外れた。次が4球目、打ちました、取った、一塁送球します、アウト、ワンアウトです。さあそしてバッターボックスには小栗入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。2球目打ちました、ゴルフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、5対2、バファローズ3点リードとなりました。
待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早いイニングからゲームを楽にできそうです。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー2塁1塁。まずはボールから入りました。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど。さあ打ちました。バックホームする。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウト満塁です。初球から打っていった。大きな打球だ。伸びる、伸びていく、届いた、入った、ホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対2。鮮やかなホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。早くも勝利の二文字が監督の頭の中にあるかもしれません。8番バッター山下、先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。高く上がった。ボールはそのままフェンスに直撃。2塁へ送球する。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。ここは当然という交代でしょうか。ホークス9番バッター水口、まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。初球打ち、これはどうか。一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰ってヒース。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。緩い変化球、まずは見送ります。あっと真ん中決まった。すぐに追い込みました。空振り三振、チャンスに打てず三振です。スリーアウト、チェンジ。しかしこの高橋さん、ここまでの戦いどのようにご覧になってますか。そうですね、今日はもう本当に思うような展開になってますよね。そうですね。打ちました。浅いフライ、この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。打席には3番バッターデイビス、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。痛烈な打球、大きな打球になった。センターバック、フェンスを越えた。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対2になりました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね、はい、バファローズホームランで得点を挙げています。低めに外れてボール。さあ3球目は何か。打ちました。これは大きい、伸びていく。この打球は落ちるか、どうだ。積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスクリ、今日はここまでホームランを含む2打数2安打、マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。ワンアウトになっています。次が3球目。高めの変化球は決まりません。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。センター深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー二塁となりました。さあまず1球目、初球打ち、切れていきます。ファウル、打ちました。ショート取った。
一塁へ。ツーアウトになりました。バッターボックスは7番川口。先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでした。打った。右中間に大きな打球。この当たりはどうか。右中間真ん中破りました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。12対2になりました。バファローズ大量リードとなっています。バッターボックスは8番山下。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。バファローズこの回7人目のバッターになります。引っ張った。松田一塁送球。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは9番水口。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。赤星さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。そうですね。ここで追加点が取れると、あっとデッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。打席には2番バッター吉田。今日はここまで猛打賞を記録しています。まさに固め打ちですよね。すさまじい集中力を見せています。2球目打ちました。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスには3番デイビス。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打ちました。レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。レフトセカンドランナースタートを切る。タッチしてダブルプレイ。チェンジ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。打順は1番に帰ります。バッター牧原。まあバファローズとしては余計な点は与えないようにしない。打ちました。水口抑えて3アウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。西さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。いや本当にね、理想的に打線がつながってますね。そうですよね。打ちました。これは浅いフライ。あっと弾いた。これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。一塁はセーフ。打った。高く上がった。ライトオーバーのヒットになりました。二塁へ。バッターランナーは二塁到達。これで4打席連続のヒット。ノーアウトランナー三塁二塁です。初球時左中間に大きな打球。これはどうか。真ん中を破りました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。左中間へのタイムリーヒット。14対2になりました。バファローズなおもチャンスです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。ホームに送球する。これで4連打。ノーアウトランナー3塁1塁。これが1球目。初球打ち。さあどうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。15対2になりました。バファローズ。バッターボックス水口。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。
打ちました。センターに大きな打球、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズ、センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズ。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の C の。さあマウンドを任されたのは C の、今シーズン初登板です。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。2番バッター吉田、今日はここまで4安打を記録しています。いやー今日は大当たりですね。凄まじい、打った、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。3番バッターデイビス、打ちました。これはいきますね。打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズらしいホームランを見せてくれました。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いいスイングしてると思いますね。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続の猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出て、打った、これは入りますね。スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、ファウルです。打ちました、浅いフライ、この打球は落ちそうだ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の加山。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずは変化球、次が2球目、釣り玉でしたね。振ってきません、外れています。あっと外れた。4球目は何で来るか、内へ、これは決まった、2ストライクと追い込んでいます。打ちました、取った、一塁送球、これで5打席連続のヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。まずは見送ります、ワンボール。変化球に思わずバットが出ました。この球は見送ります。インコースにバットが出ます。外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。打ちました、大きな打球になった、この当たりはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、バファローズなおも三塁二塁のチャンスです。バッターは9番水口、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。引っ張った、取った、一塁送球します、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰ってヒース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね、
ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。このチャンスの場面、空振り三振。2番バッター吉田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、これも期待できる。インサイド落ちました。ファウルになります。ボールです。これが4球目。引っ張った。サード取った。一塁へ送ります。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。タイムリー内野安打。バファローズなおも3塁1塁のチャンスです。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の高橋。さあバッターはデイビス。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。バッターボックスには代打のトレーシー。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。初球フルスイングですが空振りです。ボールになります。3球目打ちました。高く上がった。これはどうか。センター深いところを破っていきました。サードランナーホームイン。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。三塁を送ります。ファーストランナーもホームイン。三塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、ツーアウト1塁の場面、4番バッター、デスパイネ。甘く入った球を振り抜きました。バファローズ、この一発で先手を取られます。バッターボックスは3番、柳田。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。ヒットで打ちました。ボテボテ。ピッチャー取った。1塁へ。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは4番、デスパイネ。今日はホームランを放っています。セカンドランナー動けずワンアウトとなりました。外角低めのストライク、152キロ。インコースの変化球見ています。この変化球はバットが合いません。さあツーストライク追い込みました。ピンチの場面でしたが空振り三振を奪います。これでツーアウト。バッターは5番グラシアル。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトまたファウル。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要です。ここは空振りで三振を取ります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。6回の裏、さあバファローズこの回は4番から始まります。バッターは小栗。先ほどの打席でセンターへのツーベース打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。甘いコースでしたが見送っていきます。2球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。今宮、これで6打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁1塁。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。ここもファールです。3球目は何で来るか。このチャンスは空振りの三振。引っ張った。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。ファーストランナーもホームイン。
バファローズが突き放します。右中間へのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。バッターボックス山下、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。ここは狙いを定めて思い切り振っていくカウントですね。なるほど。そうです。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。牧原が掴んでツーアウト。打席には9番バッター水口。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。バッターボックスには代打の村上。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打ちました。取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。バファローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の増井。さあマウンドに上がったのは増井、今シーズン初登板です。セーフ。最初は変化球持ってきました。ストライクです。大きく外れました。これが3球目。打ちました。ファウルになります。さあ4球目は何か。打ちました。これはどうか。増井一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ホークス点差を縮めていきます。西さん、今日の試合打線はいい流れを掴んでると言えると思うんですが、いかがですか。いや本当ですね。見ての通りです。打線は思う通りに打ってますよ。そうですよね。その流れに乗ったバッティングを見てみたいと思います。これはファーストゴロ、内川抑えて一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは2番吉田。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングです。打ちました。センター下がっていく、下がっていく、届いた。ソロホームランが出ました。これがチーム7本目のホームラン。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。ちょっとすっぽ抜けた感じです。これはファースト、内川抑えて一塁そのまま入ってアウト。バッターは DH 小栗。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。打ちました。これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで4打席連続のヒット。ツーアウトランナー一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。2球目打ちました。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで7打席連続のヒット。ツーアウトランナー3塁1塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。はい。バッターボックスには代打の羽田。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。これが初球。まずは見送ります。ワンボール。2球目は何で来るか。2球目打ちました。ここはフライになっています。ショートが構えます。取って3アウトです。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。8回の裏、7番から始まるバファローズの攻撃。川口バッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここもしっかり捉えた。センター下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン。
ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。打席には8番バッター山下。バファローズホームランで得点を挙げています。打った、取りました。これが今日5本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。よく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。ボール打った、センターに強い打球。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてセンターオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで3連打。ノーアウトランナー3塁2塁。打った、ライトに強い打球。ライト下がっていく、下がっていく、ライトオーバー。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。サードランナーホームイン。バッターランナーは三塁まで進みました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、ライトオーバーのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になって、ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのはカイノ。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球変化球にタイミングが合いませんでした。外れていきます。さあ3球目は何か。打ちました、センターに大きな打球。伸びていく、どうだ、どうだ、センターオーバー。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。トレーシー打席に入っています。初球から振ってきましたが、うまく変化球でかわしました。インコースを厳しく攻めます。インコースへ大きく外れます。ボールになります。打ちました。ショート取った。一塁送球します。アウト、ワンアウト。バッターボックスには指名打者の小栗。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。そうですね。バファローズこの回7人目のバッター。打った、高く上がった。これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。三塁タッチはアウト。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。打った、カイノ取ってスリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズソロホームランで追加点を挙げています。バッターは長谷川。フォアボールのランナーが出ています。さあ初球は何か。高め変化球、空振りです。アウトコース、ファウル。見逃して三振です。試合終了。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで連勝は4となりました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったオリックスバファローズ、
大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの2回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。西さん、各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略法、データというのは頭に入っているものなんですか？もちろんね、バッターボックスに入る前に、しっかりと頭の中で整理してから入りますからね。なるほどね。ホークス、マウンドに上がるのは先発の高橋。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？バッターはヒース。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ボール打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー吉田。昨日のゲームでは驚くような活躍を見せました。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。さあ、この調子を維持していけるか。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁はセーフ。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケース多いんですけどね。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいです。引っ張った高いバウンド、ショートゴロ、サード取った、アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。さあ、そして打席にはデイビス入ります。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですから、やってくれるんじゃないでしょうか。さあ、ワンアウトになりましたが、先制のチャンスです。ここはぜひとも先制して試合を優位に進めたいですよね。なるほど、そうですよね。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。つなげたい場面でしたからね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから、どう打ち崩してくれるかが楽しみですよね。はい、その期待のかかる小栗、打席に入っています。インサイド落ちました。右中間に強い打球、この当たりはどうか。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット、1対0。バファローズ試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。初回立ち上がりを攻めた今のシーン、タイムリーが飛び出しました。さあ、そしてバッターボックスには九里入っています。さあ、チャンスが続きます。
まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。初球打ち、これはどうだ、セカンドの左抜ける、セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、2対0になりました。バファローズ2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。立ち上がりをきっちりと攻め込んでいます。バッターは金村、昨日はホームランを含む4安打を記録しています。いいところで点を取ってくれましたよね。頼もしかったですね。そうですね。さあここも期待がかかります。バファローズさらに得点を上げ引き離しています。赤星さん、ここまで相手投手の立ち上がりを見事に攻めることができてますね。そうですね、初回にしっかりと得点を重ねられたのは打ちました。これはどうか、セカンド取った、これで3連打、2アウトランナー3塁1塁。バッターボックス山本、バファローズこの回2点を入れています。さあ先制に成功、なおもその点差を広げていこうかというところです。いやー見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。一塁ランナーはそのままです。次が3球目、俊足のランナーを一塁に置いて3ボールナッシングです。打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、ライト見送った、スリーランホームランが飛び出しました。素晴らしい一振りでした。ストライクを取りに来たところ、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。初回から確実にリードを広げていきます。バッターは注目のルーキー山下、昨日のゲームは5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあこの調子を維持していけるか。バファローズホームランで得点を挙げています。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ先手を取りました。バッターボックスには指名打者のバレンティン、昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待が、2球目打ちました、これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました。2アウトです。バッターは7番に入っている松田、昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトになっています。これが2球目、インコース決まった、ノーボール2ストライクです。変化球空振り、3アウトチェンジ、ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。5対0。ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは水口、昨日のゲームではマルチアンダーを記録しています。いいところで打った、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。まず変化球を見せてきました。さあ2球目は何か、外れていきます。バットを出していきましたが空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。チャンスの場面振っていきましたが、初球空振りです。インローボール打ちました。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。さあバッターはデイビス、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。改めてお聞きします、このデイビスどういったタイプのバッターでしょうか。打ちました、高く上がった、さあどうだ、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、
バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、6対0になりました。バファローズなおもチャンスです。初球打ち、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。柳田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。バッターボックス今宮、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。フォアボールのランナーが出ています。高め外れました。牽制セーフ。まあ、ここは狙いも決めつつそれ以外にも対応する感じになりますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。三振です。スリーアウト、チェンジ。ランナー西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。初球打ち、ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。牧原抑えてワンアウト。バッターは6番金村。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、これはどうだ。飛びついて掴んだ、一塁へ。アウト、スーパープレイ。いいプレーに阻まれて、バッターは7番山本。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが、たった3球目打ちました。ライト線へ打球伸びる、ライン際を破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。打順は8番山下。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打った、高く上がった。センターバック、センターバックする、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、7対0。バファローズリードを7点に広げています。打順は9番水口。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。まず際どいコースをついてきました。ノーボールツーストライク。低め、これは外れた。低め外れました。低め、これは外れた。バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。空振り三振、チャンスに打てず三振です。スリーアウト、チェンジ。しかしこの打席には5番バッターグラシアル。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。バットは動きません。よく見ています。スライダー外れます。見逃し三振、これで2アウト。好投。バッターは今日 DH に入っているバレンティン。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは注意していった方がいいですね。はい、そうですね。2アウトランナー1塁。変化球で空振りを取ります。3アウト、チェンジ。これから4回の裏、バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのは松田。今シーズン3試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ西さん、いい当たり、伸びていく外野、大きな打球になった。これはライトの頭上を越えていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。初球は何で来るか。高め打ちました。センターに強い打球、この当たりはどうか。センターオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。
左中間へのタイムリーヒット。8対0バファローズ大量リードとなっています。バッターボックスデイビス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負初球ティー、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。ワンアウトになっています。結局ランナーそのまま打った。ライトに大きな打球、ライトバックバックバックする。ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。9対0バファローズ、なおもチャンスです。打順は5番クリ。初球から際どいコースをついてきます。釣り球、しかし誘いには乗りません。ワンボールツーストライクと追い込みました。さあ勝負してくるのか。このチャンスの場面、空振り三振です。まず何を投げてくるか。初球打ち、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ11対0。ここ一番の集中力が光ります。打席には7番バッター山本。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。打ちました。これは大きい、伸びていく。右中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー2塁。初球は何から入ってくるか。これはすっぽ抜けました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット12対0。バッターボックスは9番水口。初球打ち、この打球は落ちるか。どうだ、ヒットになった。これで3試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー3塁1塁。打順は1番に帰ります。バッターヒース、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。いやタイミングは全く合ってなかったですね。ああそうですね。打ちました、いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが出ました。これがチーム3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ15対0。見事な一発が飛び出しました。ホークスピッチャーが変わります。さあマウンドに上がったのは C の、今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。初球ボール、ジャストミート。レフト下がっていく、下がっていく。フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。今日もマルチヒット。ツーアウトランナー2塁。ちょっとタイミングはずれました。打ちました。レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。
バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。打った、大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的に